野戸半島地震から3ヶ月、思うように進まない復旧や復興の現状や課題を専門家の先生と一緒に考えます。 えー、北陸学院大学の田中純一教授ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。今日は野戸半島地震から3ヶ月経っての現状を震度が同規模だった2016年の熊本地震と比較して見ていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますまずは避難者の数についてですこちらご覧ください、はいえー、石川県の避難している方なんですけれども一昨日の時点で7484人 で最も多かった1月4日時点の4分の1程度の方がいまだ避難されていらっしゃいますで一方、熊本地震なんですけれども熊本地震では最大18万人以上が避難していたんですけれども、はい、3か月後、4600人ほどと大幅に36分の1に減っています、うんはい、石川の場合は4分の1そして熊本では36分の1に減っていたんですよね3ヶ月時点であの 状況はそれぞれ地域によって異なっているとは思うんですが、先生この違いどこに要因があるでしょうか。そうですね。あの2016年の熊本地震の現場にも僕はあの、はい、何度か行ってます。で、一番住宅被害が大きかったその益城町というところをあの考えてみると、うん、あの熊本市のベッドダウンなんですね。ですので、あの割とその町の近隣にはアパートであるとかマンションというものが供給されていて、あの建設型仮設住宅を待たずにそういった、うん と,ところに入居できる方が多かった、まあ、これが多分あのその数の違いとしても出てるんじゃないかなと思ってますで特に能登の,の場合はです、ね、どうしてもあのなかなかそういったアパートだとかマンションというのをです、ね、あの現地にはあの数が少ないですからうす、ねはい、結果的にあのこの数字の違いになってるんじゃないかなというふうに見ています。 すでに住まう場所があったのかなかったのかによってあの避難者の数も変わってくるということなんですよね。あの皆さんも気になる住まいの点なんですがこのような声も今、多く聞かれています。続いいてちょっっとその様子をご覧くださどどうだったいやたんな感じで今 もう三回半壊やって言うけども。何、理財の判定ではもう半壊って言われとるんやね。半壊になっとるね。それは半壊で納得してますか?。納得いっとる?。私は分からんさげ、長男治るがでね。もし二人でも分からんかったら、いろいろ僕らとかに聞いてくれればいいから。そしたら、あの、あの、手伝えるところ手伝えるかもしれんしね。ほんで、そういう側でね。諦めたらダメや。ほやさけ。ほんとそう。 VTR の中で先生は女性に「半壊で納得していますか?」とおっしゃっていたんですがこれはどういった意味でしょうかそうですねあの今、被災地をです、ね、こう回っていろんな方と聞くあのお話をしてです、ね、あの伺うのは全壊であるとか大規模半壊、はい、そういった判定、はい、本当にこれうちは半壊なの、うん、うちは一部損壊なのっていう声なんですね。はいはい あの、納得されていない方が、どうもやはりいらっしゃるようです。で、あの、これはですね、あの、もし納得できてなければ、あの、改めて。 市役所や町役場にですね相談をしてもう一回ちょっと見てくれとあのこれ言っていいんですねですのでぜひともあの納得いくところまであの進めてほしいと思いますあの絶対こう諦めるとかですねもう言われたからもうこうなんだというふうにして決めてしまってですねあのそれ以上前に進めないあの納得いかないのにすあのこれでもう進むしかないあのそれはあの諦めないでいい。 というふうふに僕は思ってます能登の方々は本当にお優しい方が多いので、うん、<laughs> ん納得いかなくても我慢しなきゃいけないかなって思いそうですよね,、うんねうん、いや本当に能登は優しいは父までもという通り、はい、やっりこんなことで、まあ、うちはもう黙,黙って我慢しようかなということすごく多いし、うんはい、でお役所が見てくれたのものにあの文句言っていいんかなとかそういうこともあるし、うん、で今言ってもいいんだよということを知らない方もいっぱいいらっしゃる し、はい、ご高齢やったらじゃあこれホームページでって言われても分からんから、うん、そういう点でも本当になんかいろいろ細かくサポートしてあげて納得いくまで、うん、だって家ってでっかい財産やから、はい、それを失うってこと、うん、どんだけ辛いことかっていうことを我々もやっぱりあの伝えていかん伝えていかんな,んなって本当に思いますすででの先生のように私たちも納得いってますかって暗戒、うん、で大丈夫ですかって声を周りの人がかけてあげるっていうこともね大切かもしれないですね。うんはい、皆さん何度でも何 何度かあの、うん、また再調査をお願いすることできますので、うんはい、ぜひお問い合わせください、はい、その証明なんですけど、うん、最大2回まで可能で1、うんはい、一審二次審査2次審査3次審査とありますので、うん、お問い合わせは各窓口自治体の窓口の方にお願いいたしますえ、はい、そして続いてなんですが仮設住宅についてですこちらご覧ください 現状ですけれども石川県内で着工したのが5161戸そしておとといまでにそのうち1782戸が完成しています一方熊本地震3ヶ月後の状態なんですけれども1389戸が完成していたという状態になっています、ねうん、これはそもそもの避難者数も関係しているかと思うんですけれども、えーはい、先生仮設住宅建設のスピード感はどうでしょうか、うん そうですね、あのいろんな条件がこう重なって、はい、あのいますあの、土地がないとかですね、はい、道路が寸断されてあの工事の業者の方がなかなか入れないとかですね、はい、宿泊拠点がないとかですね、はい、いろんなこう制約要件がある中で、うん、あのその中でまあ県はですね、うん、あのまだ頑張ってくれているとは思うんですね、はい、ですけれど先ほども言いました、あの奥能の登の場合はですねこれ建設型の仮設住宅へのニーズが圧倒的に多いわけです。で、はいうん、ですの,であの住民感情を 基準に考えるとするならばもっとスピードを上げてほしいあのそれこそですねこれ無理かもしれないけど全国からいろんな業者の方だとかいろんな資材をかき集めてあの本当にもう1時間でも1分でもいいから早くしてほしいとあのこれがあの切実な声なんじゃないかなという,ふうに思っています。 本当急ピッチで本当に進めていただきたいというところでそして今後の見通しなんですけれども、はい、長谷知事が今月1日の会見で、このような数値を出しました、はい、今月中に3000戸、うん、そして6月末に5000戸が完成して、希望されている方のおよそ8割ですね、が入居できる見通しを明らかにしています。うん8割 はい、これひとまず住む場所という観点からすると仮設住宅に移ることはこれ解決したというふうに言えるんでしょうか先生一時避難所あるいは二次避難所と言われているところから仮設住宅で生活を始める、まあ、これはちょっとまし。 あのまあ、言い方はきついですけれどもマシなあの状況になったと言われますですがあの仮設住宅に入ったからといって、うん、あの生活があの落ち着くという,、うん、うわけではない、はいえー、ということも我々、えとかななきゃいけないけと思うんですね、はい、あの今回の場合は圧倒的にあのその仮設住宅に対するニーズが多いですから、うん、あの必ずしも自分のです、ね、自宅があった最寄りの仮設住宅に入居できるとは限らないわけです。うんはい、場合によっては あの遠く離れたところに入らざるを得ない。まあそれは仮設というところでは条件同じですけれど、あのこれまで住んでいたところとは離れてしまう。あの仲の良かった人たちともバラバラになってしまう。あのそういったリスクがですね、やはりあのを抱えてしまう方というのはここ出てくる可能性があります。ですのであの仮設住宅に入ったからといって安心ができない。そして何よりその雨風がそのしのげる。 だけがですね、これ僕らの暮らしや住まいじゃないんですよね。いろんな友達やあの家族とですね、談恋をして話し合って、でそしてあのいろんなこう暮らしのですね、あの面っていうのをトータルで考えて僕らを進むっていうことを、うん。はい 出していくわけですただ、はい、まあ今後そういった仮設住宅での,あの生活の中で孤立したりしないようにですね、うん、あのしっかりと目配せをしていく、うん、フォローアップをしていくということが、うん、あのこれからも続くと思います、うん、仮設住宅に入ってゴールではなくて本当にそこからの生活のことも、うん、あの周りの人たちも考えてあげなければいけないということなんですね。 あのさてもう一つあの懸念されることとしては、えー、災害関連し問題です。うん、はい、はい、こちらご覧ください。えー 石川県ではですね、現在までに二百四十五人の方が亡くなられていまして、そのうち災害関連死が十五人。この数値は直接死に対して十五分の一という数値です。うん、そして一方熊本地震では地震による、えー、亡くなられた方が二百七十三人、うち災害関連死が二百二十三人ということで、<ー>これ直接死の四倍以上が災害関連死<ー>そのうち。 およそ8割が3ヶ月以内に亡くなられたということなんです、うん、こうして見てみますと石川県の場合はこの3ヶ月の段階で15人に災害関連死がこれは抑えられていると言っていいんでしょうか何、はい、とも言えない数字だなという,ふうに思っていますこの数字で本当に終わっていただければあのとても素晴らしいとは思うんですけれども。はい あの現地を見ているとですねまだまだあの一時避難所の中で過酷な生活をこれであの3か月、4か月目に入っていこうとする方も大勢いらっしゃるわけですね、プラス仮設住宅の入居がまだ先分からない、先ほどあの県の,ですねあの数字も出てましたけれども6月末になるのか7月になるのかとかですねあのまだ分からない長引く方がいるわけです、その間ずっとかあの一時避難所で生活し続けるわけですからまあそれなりにですね皆さん、心的なあるいは肉体的なストレスということ とこうさせていく可能性があるんですですからもうこれで終わりではなくてこの4月5月6月とですね、うん、あのこの関連死につながらないような形でしっかりと見守っていくということが 必要だと、えー、強く思いまます、うん、これまでストレスもたくさん抱えてこられた中で、うんえー、この3ヶ月を迎えた段階でちょっと体調を崩してしまったりという方も、うん、あの多く見受けられますので、うん、では今後どのようにこの災害関連死を引き続き防ぐために何をしていけばいいのか先生教えていただけますすかそうですねあの先週末も能登の,の,の被災地を回ってました一時避難所に行ってきました。はい、そうすると あの高齢の方がですね、あの。私ちょっと呼び出してですね、はい、あの外に出て、いろんな話を聞かせてくれたんです。はい、もう次から次へと言いたいこと、不満なこと、不安なこと。 次から次へと出てきました。はい、避難所の中ではなかなか話せないんです。うん、で、言いたいことがあっても押し殺してるんです。うん、だけど、やはり思いがあるんですね。はい、で、その時に、やはり話したいことがある。うん、受け止めてほしい、えー。そういう機会を待ってるんだということを感じました。あの、もちろん、これは、あの、同じ地域の住民同士で、こう、うん、あの、話を聞いたりですね。支え合うということも必要ですが。はいうん、あの、なかなか、その集落の中の人口も少ないし。うん 今回転出された方も多いという中では、はい、もうそれこそ折石川でですね、うん、石川県のいろんな方々がのとの方々のそばに寄り添って話を聞いて、うん、あのこれも大事なボランティアだと思うんですよ。はい、あのそういった形で、あの、えー、前に向いていけるようなですね、寄り添い方というのをですね、あの本当に。 ししっっかりとやっていいいなというののが僕の思いです、うん、これまでね何が私たちできるかなって思ってらっしゃった方もね、うん、多いかと思うんですがこれからはお話を聞きに行く、うん、お話をしに行くというのもね、うん、あの大きなボランティアになるのではないでしょうか。では最後になりますが先生 を早めるためにはどんなことが必要になってきますかそうですね、これ前から言われてますけれども、圧倒的にやはりボランティアの数が少ないと思います、先ほどの経兆、話を聞くということもそうですが、瓦を片付けたり、ですね家の中を片付けたりも含めて、大勢のボランティアが、ですね僕、能登に足を運んでほしいと思ってるんです、一時は厳しかったですけれども、今は道路もある程度治ってきてますし、宿泊の拠点も出てきました。ですから あのたくさんの方が、能登に足を運んでほしい。そして、一日も早く、一分でも早く、その復旧復興が進むようにですね、力を貸してほしいなと、そのように思ってます。それこそ、石川県一丸となってね、頑張っていきたいなって思います。はい、先生、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。